こんにちは、トシミツ整骨院ボディバランスオーダーのトシミツです。今回は長頸骨、この長頸骨と頭蓋骨の一時呼吸を、調整することによって、呼吸矯正を行ってみたいと思います。ご存知のように長頸骨は他の頭蓋骨すべてと連結していると言われていますので、この長頸骨を矯正することによって頭蓋矯正が、行われやすくなります。と同時に、この肺呼吸とは別に、この骨が単独で呼吸している状態を一時呼吸と言いますが、これがスムーズに行われないと脳脊髄液の貫流に影響して、頭が膨張すると言われています。じゃあまずちょっと頭の大きさをチェックしますね。じゃあこの耳の上の先端のところに、この手根骨、この手首のところですね、そーっと当てがって、で指をふわっと伸ばします。じゃあこちらもですね、同じようにこう耳の上に手根骨を当てて、でこう伸ばします。じゃあこれでこう、まあ、大体そうですね、まあ、指1本分ぐらいはこれ間が空いてるんですが、この状態ですね、この状態。はい、じゃあ下ろしていいですよ。じゃあまず長頸骨の方からですね、まずこう左右の動き、上下の動き、それからこう回転ですね、これを、チェックしていきます。右から左は動きますけど、左から右の動きがやや硬いように思います。こうよりもこうの動きがちょっと硬いですね。この動きがちょっと硬いですね。この3つの動きを合成して、動きの悪い方から、動きの悪い方ですね、動きの悪い方に、じわっとゆっくり圧をかけていきます。強すぎるとこう防御反応が働くので、最小限の力で行います。先ほど動かなかった方向に少し動きが出てきました。ふわっとした感じですね。いわゆるこうリリースが変わった状態です。OK です。一時呼吸に関しては、頭蓋骨が、それぞれ動いているんですが、この動きが、それぞれこう違うので、もう統括して行います。この5本の指を使って、前頭骨、頭頂骨、それから、長頸骨、側頭骨、で顎関節と乳突起、後頭骨を全体にこう把握した状態で、頭蓋骨全体の一時呼吸ですね、この振幅のバランスを見ます。肺呼吸よりはゆったりとしたリズム
で左右は均等にバランスよく動いているのが理想なんですけど、まあ、この動きがあまり良くなかったり左右がアンバランスだったりする場合が多いです。今右の方がちょっと動きがあんまりないですね。全体的には今こう膨らんでいく方向です。今こう、しぼみ始めてます。でまた今膨らみ始めました。だいぶ左右のバランスが良くなってきています。で振幅もだんだん大きくなっています。今また中心に向かってしぼんでいってます。決してその方向に圧をかけるんじゃなくて、その動きをこう邪魔しないようにこうアシストしていく、そういった感じです。だいぶ左右の動きが同じようになってきました。今膨らんでます。今またしぼんでます。だいぶ動きがはっきりと左右のバランスよく、これによって脳脊髄液の循環が改善していくと思います。よし、OK。 はい、じゃあちょっとまた手をですね、じゃあまた頭の大きさをチェックします。じゃあ先ほどのように耳の先端にこの手首のこの関節のところを当ててですね、で手をふわっと伸ばします。こちらもですね、耳の先端に手の関節を当てて、はい、指をふわっと伸ばします。あ、これさっき指1本空いてたんですが、今もう楽につくようになりましたね。ここですね、これだけだいぶ大きさも変わっていきます。本来のこう、頭の大きさになっていきます。今特にこう気分悪かったりないですか？あ、はい、はい、いいです。